栗原選手に来ていただきました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、栗原陵矢選手、持ち前の打撃で過去には日本シリーズ MVP を獲得したほか、日本代表として東京オリンピックも経験した27歳は今シーズンプロ10年目を迎えます。これまでは外野手登録でしたが、今年は内野手へ登録を変更。本業のサード1本での勝負を明言し、節目のシーズンを気持ち新たに迎えようとしています。そんな栗原選手を直撃したのは、現役時代サードのポジションも経験した RKB 野球解説者の岸川克也さんです。サード1本に決めた、きっかけは何かありました？去年やっぱり少しサード守らせていただいて、すごくやりがいを感じましたし、はい、あえてピッチャーの近いところで、試合をやりたいなと思いました。オフの自主トレは3週間アメリカに渡りました。動作解析など専門的なトレーニングも取り入れ、打撃改革に着手。その一方で現地では自炊も経験したそうで、こうコストコによく行って、こう大量に買って、それを何日間かで消費してって感じです。野菜、フルーツ、鶏肉、はい、で朝ごはんの卵。卵。でも向こう卵なんか割れてるとか1個ないとかあるんで、確認しないといけないんですよね。で開けていいんで、なんかこう開けていいんですよ。去年開幕4番としてスタートするも、8月に右手を骨折しシーズン途中で離脱。故障に泣かされてきただけに、今年にかける思いは人一倍です。そして補強により厚みを増したホークス打線の中で、今年は特に打点にこだわりたいと話します。打点取りたいですね。大体目標どれくらいに設定しますか？100で100打点、はい。率は3割5厘3割5厘3割5厘ホームランは22。ええ30じゃないの？30じゃないの？22。狭いよ、テラスあるし。いや、22です。22、はい、なんか中途半端な数字なんだから。22、はい、3割5厘に22本に打点100だそうです。はい、よろしくお願いします。細かい目標設定以上の活躍が期待される栗原選手、 V 奪回を目指す小久保ホークスのキーマンとなりそうです。